ホワイト。白骨死体だ。白骨死体。服装。女の子の制服は。俺も職員室で話した女子だ。どうした？サトシ。ん？何もないぞ。もっと奥の方。ん？あるぞ。はいはい、もう一個部屋ある。お前。私もわかんない。なるほど。とにかく調べてみるか。二人の白骨死体があるから踏まないように気をつけろ。うん、ほんとそうね。ええ。トラウマ不可避だよ、ほんと。大丈夫。ナオミはなんかだんだん慣れてきてないか。なんだここは。これって、おいで、はしご。どこに行ってるんだろうな。おい、ナオミ。お姉ちゃん。行っちゃうの？え？いっぺんに使うと壊れそうだな。うん。なんかナオミ急になんか堂々としてないか。でも大丈夫か？ちょっと待って、これわかんねえ。いや、まあまあ、まあ、先登ろうか。すぐに登っ。ゆか、いいぞ、登ってくる。ナオミ。サトシ。これは、女子トイレか。うん、なんでこんなとこに繋がる。もうずっと今までのね、よく行ってたところですね。そう、よりにもよって、ほんとどうしてここなんだろう。ここは。やだ。聖子が、やっぱり私が、私のせいで聖子は死んだ。ナオミ、お前のせいでも自殺でもない。うん、どうして違うって言い切れるの？それ。死んでしまう直前まで、あいつ送信されていないけど、お前宛てにメールを書いてたんだ、あいつ。顔持ちが時代ですね。成功、成功、先生。気持ちが落ち着くまではと思って。な、すまない。ナオミ。そこ、本当にそこから、ちょうどそこから出られるようになってたんだ。落ち着いたか。うん。篠原の気持ちに応え。絶対に出るぞ。兄ちゃん。ん？これ。テープか。うん。一応持っておこう。うん、よく見つけた。よし、これ重要な手がかりになるかもな。篠崎たちと合流し。そうだね。ああ。持ってるよ。プラス一人、幸子さんを入れたプラス一人を、おまじないに入れると。えらいな。な。うん。私これ。ん？嘘、え、やだ、何学生証がない。あ、学生証か。ナオミ、落ち着け。あ、これ、歩みが持ってる。幸子さんの切れ端、セコに見せた。やだ、このままじゃ。そう心配するなよ。この校舎の中で落としたのなら。だけど、見つかるって。もう、あ、もう、歩みが持ってる。ナオミ、だ、見つかるまで。兄ちゃんと、兄ちゃんと、ごめんね。私はいいから、ダメだったら、いや！みんなで帰ろうぜ。ナオミ、待て！一瞬探しに行こう。どうやったら、あ、ちょっと待てよ。どうやったら探し行くんだ。まあ、とりあえずじゃあ、パート帰るか。ここで歩みをシーパートに行きます。さっきの、そうだな、さっきのレポートと行こう。前回のですね。どこやって。あれ？あ、これか。ここは霊場との私はすでにこのまま次回記事。私も期待して待っていてほしい。私み。猟奇事件ルポライター本当にここに来ていた。嫌な言い方だ。起死回生を狙って。
で結局その手記を集めるっていう流れでちょっと止まってたんだよな。青い玲子、児童、ゆだったらやっぱり私たちがおまじ篠崎、とりあえずじゃあセーブするよ。ただのおまじ篠崎、私篠崎、ここ行きます。ここあったよね、式が。これ全部拾った方がいいのかな。じゃあ霊場調査、霊場調実地調査法、帰還方法、現地で篠崎家の調査、体の右半分が数週危険なの。先生、先生、この週トガリス先生、しかし私もナホさん、こんなかちゃんと普通れか、ナホさん、前回、名札取ったところに来ましたね。ここがもしかしたら何か関係あるのかな。上は行けなかった、確か。来たっけ。あ、はいはい、本があってってようか。理科室このまま入っちゃっていいのかな。うわ、なんだあれ、ちょっとスルーしよう。あった、たしき。せ、ここは今までに看破してきたような。勘、一刻も早く、ここから脱出し、逆打ちで、だったのに。あー、消されてんだ。逆打ち。このまま、引き続き、た、先生、会いたいよ、頭。うん、血の染みがひどくて。なんだこれ。やめて。布。やめてって。下から覗くだけだって。何？おどかしやがる。もうそういうそういうのやめろよ。あ、うわ。お、お。もうちょっと待ってくれよ、なんだよ。あれ、さっきあんなとこに立ってたか。もう、なんだよ。やめてって。やめてって。なんでそうやって怖がらせるの。私いじめて楽しいの。いや、そうじゃねって篠崎、マジで。しゃあ、もうやっきだ。やばいやばい、来てる来てる来てる。篠崎の首、逃げろ。やっぱ見えない、言えないっぽいね。当たった、うん。ちょっと待って、こっからどうやって逃げんのよ。しかもあいつもいるよね。助けてくれたやつだっけ。
しよ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 し消えた危ない。危ねえ。これは逃げれないと思う。危ない。まずスキー全部、あとは、見つけていくか。これ。あ、これ違った、違うか。ここに来たのは、皆、一様に食われる。という日、この学校を包んでいる巨大な呪い。すなわち、心の隙を作ること、深い絶望や孤独感に心をつかまれると、あっという間に呪いに焦げた。とにかく気の持ちようだけはしっかりしとくしかないだろうね。この校舎に急死、例外としてほとんどの場合魂こうしてこの学校は犠牲ぞっとする。現世で世間に公開していたらこの第4回も私と同じく監禁され、しかしせめて生き残るため読者のあなたに希望を。第5回も楽しみにし、助手の田口君は一人になった私は、だが私は書き続け、使命だからだ。何が起こっても手が動く限り、多分もうまあ戦なんだろう、もう被害者を出さないためにって感じかな。あった、ラストの式。大丈夫だよね、これ問題ないよね。見て白紙かよ、しかも見ているだけですごい思念がこもって。意識が朦朧としてきた。もうすぐ会え。先生。え？ちょっと嫌な予感。会いたかった。7まで生きちゃってるけど。私の体。ナホさん、なんか追いかけられないの。大丈夫だよね。さあ、どうしよう。全部式は読んだけど、あ、いるわ。ナホさん。あら、ごき。ナホさん。興味あります。サチ、この事件の犯人？なるほど。ですが、あなたのたどり着いたサチ子が何者かという謎に、この学校の真相には、まだ先がある。私は、あ、まだ。もう、職員室にいたあの男子、愛のつながりで必死、ああいう人たちの営みを。ナホさん。ん？あら？どうしてかしら。幸せの幸子さんって篠崎家の配役。幸せの幸子さん、セッテルトリガー幸子。参加人数に幸子の片城は篠崎家配役からサルベージデジタルを返した複製品でも、成功すると霊は失敗すると霊媒、その場にいた者全員が逆打ち法。さち、具体的に。しかもあなたは、わざとし、先生のためでしょ？キビキ先生の作品のため。犠牲者は。何がおかしい？知るか！釣りだよ、釣り。釣り。嘘って。ネットに載ってる情報を鵜呑みにするやつがバカなんだよ、バーッ。動揺してるわね。想像してなかった。あなたの勝手な都合でどれだけたくさんの人がもがき苦しんで死んで、幸子さんの呪いを全国に知ったことか。先生
カルトかぶれは。検閲！検閲！検閲！先生のお仕事は私が守る。邪魔をする人は。ナホさん、話。はい。覚えていますか？死んだ時の記憶。いいえ、そこだけが見えないのです。いくら脳を掘り起こし、あなたの身勝手の結果。え？覚えてないのね。あなたが絶望、特別な力を持っているから、あなたはそのまま国化して。思い出した。あなたが殺したのよ。最愛の人、あなた自身が取り殺してしまった。入ってった赤子の像だって。あ、ナホさんの名札だ。これが重要かな、名札。ナホさんなあ、まあ、最初なんか助けてくれるいい人みたいな感じだったんだけどね。さあどうしよう。ナホさんがね、一つの元凶でもあったと。じゃあサトシ側、サトシ側もじゃあ3階のあそこに行って合流しましょうか。3階に行った方がいいのか。3階、え、ちょっと待ってよ。3階に行く道ってなか、そういえばなくない。あ、そうだ。なんだっけ、はしごだ、はしご、はしご。どっから行くんだっけ。そうだ、こっちこっちこっち。そうだ、ここから行くんだ。で交流できる。守り主義もダメだったか。はユイ先生か。なんかやっぱ単独行動してる人はちょっとあかんよな。そうだ、ユイ先生。ずっと見てないけど、ユイ先生。死んでいったみんなも、きっと俺たちにまで繋ぐんだ。逆打ちの方法は分かったんだし、もう少しだ。なあ。え、あ、そうだ。すると、そうだ、学生証渡した。ごめんね。切れ端。ありがとう篠崎。どういたしまして。そう、いやでもわりかし普通なところにあったけどね。さっき奈穂さんと。ここは今までに看破してきて、一刻も早くここから脱出しないと本当に危険です。逆打ちで簡単に戻れると思ったのに、
斬殺された幼い魂が磁場に複雑に絡ま、このままでは使えません。逆打ちを使うにはまずこの子たちの怨念を何とか浄霊して、包囲このままの状態で使う。これはこの天神小学校の周囲を言ったから、このまま逆打ちを行っても、やはり幸子の懺悔を引き出して子供の霊を、あと少しだと思うんだけどね。わ、地震？地震じゃないよ。俺らはどうすればいいんだ？ああ、もしかしたら、そうだね、なんか構造が変わってるかもあるな。そうだそうだ、ここがいけなかったんだ。そうだそうだそうだ。これで装置動かせる。よし。ふい。ああ、はいはいはい。なるほど。で、俺らは女子トイレから下に行けばいいのか。そうだ、あの像だ、赤子の像をもらったから、あっちの2階に行って、左右の扉を開かせればいいのか。ただどっちに置けばいいとかそういうのはないのか。大丈夫だよ、ここですね、ここに像を置きます。なるほど、やっとここが済みそう。入っちゃっていいかな。入るか。どうした？いる。保健室って書いてあるけど。ええ。お兄ちゃん。そんなに？二人とも。そうだ。サトシも。窓という窓に。すごいあれなんだろうな。圧力というか。幸子だって開いてます。俺のか。なんで鼻血なんだ。ここに長いは危険だが、血を落とした。夏休みには皆さんで、なんだ。うわ、悲しばり。ちょっと待って、ちょっと待って。さっちゃんは誰だ。よしえさん。私のためにな。ダイアリー。11月19日。私は死んだよ。1953年。おかしくないか。許せない、許さない、殺してやる。よくも幸子を、幸子の母親か。やばい、急げ急げ、逃げろ逃げろ。さて、ナオミ、ユカ、立って。
何かから逃げないといけないのか。大丈夫、痛み聞いたわ。何なのあの廊下。保健室に昨日俺が本物の先生が。サトシ、それ。ああ、机の上にあった日記。さっきは机から。マジで裏表紙に名前が書いてある。何か大事なことが分かるかもしれない。今日も子供たちとこの学校の児童たちは、低学年の子たちの上層も穏やかで、私も負けないように、今日は幸子の7歳の誕生日。放課後一緒に夕食、一日の仕事を終え3階の資料室、しばらく話をした後に先生は突然、後ろからいつも悩みを聞いてくれる優しかった校長先生と、私は驚いてしまって。校長先生。自分、私は体を曲げ必死で逃れた。資料室から出たが、目の前に1階の床が迫ってきたと思ったら、頭から血がたくさん出た。あと目の前で大事な声が聞こえ、先生が幸子に近づいていた。幸子は小さい体で逃げたが、先生がすぐに追いついた。いや、ひどい人だ。先生は私の服の乱れを直し、幸子の体を地下室に運んで埋めてしまった。自分は悪くないことにするのだ。案の定だった。校長先生と幸子と他の生徒たちもとても硬い。保健室の私の机、だんだんです。あれは、これは幸子の母親か。1973年の児童殺害事件の時でしょ、うん、そうだよね。だいぶ前だよな。その20年前の話になってるし。どういうことだ。保健員吉江の死後日記は、無念の死を遂げた女医の悲痛な自爆霊となった彼女に、続けて日記を書く出来事も。寂しい、幸子に会いた、許せない、殺してやるといった感情の殴り書きが鳴る。なんだ。なるほど。もうさっちゃんは私のために、なんで寂しい私のために。ん、子供をいっぱい送ってみたい。ああ、なるほど。埋めさせなければならず、私はこんなことで。やめ、あいつの一族は許さず、末代までたたった。あいつらの脳に、なんということだ。20年も前、私と一緒に子供たちを歩み、魂を私の元へ送るなど、私と話し合う。幸子は6人もあり、しかも神隠しと言われるほど、あの子に一人で子供をさらって、あの男を使って、幸子。私のためにと思っていた、殺したいから殺してる。生きている人って腹が立つものね。人を殺すやつ許せない。絶対殺してやる。もっと殺せ、もっと連れてこ。さっちゃんのおかげで今日また、さっちゃんは私のことはもう、あの子を私。学校が入って校長が飛び降りた。皆さんでお歌を歌いな。サマーミロ。さっちゃんが学校の中は誰もいなくなった。学校、面白がって入ってくる。あの子も私ともう一緒。仕方がない。なんてこと。幸子は母親に、なるほどね。母親を寂しがらせないために子供を殺して霊界に送っているのか。すでに1953年に死んでたけど、73年に限界に行って子供をどんどん食い込んでいったってわけか。そのうちに心が壊れて、この母親の霊もきっと本心では、まあそうだね、そうやめなさいと言ってたからな。そうだな。どう、この学校の校長も鍵を握っていそうだな。そうだね。校長どうなったんだ。どうなってんだろう。校長室があったはずだ。別館の一番最上階にあったんだよね。そこがなんか鍵を握りそうだと思っていた。